今日も全力ぶち切り、マキピラ君とリオでございます。大変。何が？あのさ、常設のハドラーで、はい、クエストでさ、経験値とメダルめちゃくちゃ稼げんだよ。おー、いいね。で、ちょ、あまりにもびっくりして、ちょっと急遽動画撮ろうと思って、慌てて資料作ったんで、それは皆さんお伝えしたいと思います。全力ぶち切り。はい、ということで、常設のハドラー、はい、これなんですけど、常設クエストなんでいつでも周回ができます。いいね。はい、メダルががっぽり稼げます。おー、おいしい。なんと経験値もがっぽり稼げます。おー、ダブルでおいしい。すげえんだよこれ。で、まず一つ目、メダルががっぽり稼げる、これにちょっと焦点当てたいと思います、はい、スコア稼ぎ特エルのスライムを連れて周回がおすすめです。おー、スポットのスコア、これをつけるとね、あのさらに欲しく増えます。メダル稼げます、で、動画の状態、これスライム、スコア稼ぎの特エル積んでます、はい、で、スポット、スコア稼ぎの、これね、パワープラスの、あのサークル内、要はね、あのモンパス会員のマイスポットがね、たまたまスコアプラスだったんですよ、今日、はい、なんでこれだけの数字になってます、はい、で、4枠で周回、で、S ランクを取って、メダル5倍イベントということで、この合計ポイントがえぐいんだよ。お、7560。まあタイム見てもらうと、これ3分なんだけど、実際ね、3分ちょっとかかりすぎ、もっと早く周回できます。はい、次、経験値ががっぽり稼げる、はい、コラボキャラクターを連れていくと、とってもいいことがあります。おう、なんだ、対象のコラボキャラクターを編成するとアグレメタルの出現確率が上がる、これね、学び得エルドキャラ連れていくといいっす。おー、いいね、確かに。ただね、ちょっと1点注意点、はい、ホストしかね、恩恵ないので注意です。あー、そうか。そう、ゲストは関係ないのよ、経験値入ってこないから。じゃあみんなで交代番号して貼るといいんじゃない？効率悪いな何回ずつ交代とかさだから、経験値稼ぎたい人にひっついていくと、メダルが稼げるみたいな感じ。あー、そういうことね。はい、で、モンパス会員ならちょろっと恩恵あります。あー、そうだね。ただ、ほんとにちょろっと微妙で、画像の状態です、はい、これですね、カマエルが学びの特エルつけてます。おー、で、スポットはなしの状態です、で、メタルスライムを2体倒しました、これね、まりにメタルスライム3体出ることもあります。へー、このメタルスライムの横にスライムいるじゃん、これがね、メタルスライムの時あるのよ。へー、めっちゃ美味しい。これ何、1体ずつこういくつって経験値が多分決まってるってこと？そう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 。だから逃すと大変。大変やね。これ1ターンで逃げる。え、1ターンなの？そこに出てくる。最大2ターンとかじゃない、わかんないけど、これ1ターンしか見てないな、今のとこ。いや、わかんない、俺がちょっと記憶にないだけでピッて弾いて、もう1ターンで全部いなくなってるから、ちょっとね、今言ったメタルスライム、はい、これね、サソリと同じ扱いです。あ、そうなのね。そう、だからヒット数が関係します。だからホーミングとかスクランブルレーザーとか、ヒット数を稼げる友情のキャラクター編成するといいです、で、ターンを経過すると逃げます逃がしたことないからわかんないんだけどさこの一旦まだ見てないのよ、何するのか。まあ逃げるんだろうな。逃がしてみたらいいや。嫌だよで、メタルスライムの出現確率、はい、これね、スライムを入れた状態で、俺ね、20周回ったのよ、はい、で、11遭遇、で、約 50% の確率で俺は遭遇しました。高いね、結構。なんだけど、これね、周回回数が少ないっす。ほう、だって20周しかしてないから。あ、その確率が変わってくるね、またはい、そうなんです。だから、わかんないよね。そうだね、たまたまギュッとなったかもしれない。で、ちなみに、あの、荒汐さんがちょっとツイートしてたの。おう、で、荒汐さんは、28周回って、8遭遇。え？だ、遭遇率、28.5% ってツイートしてました。あら、だいぶ変わってくるやん。そうなんですよね。分からんね、これね。だからね、大体30から50の間ぐらいになるんじゃないかなとは思う。ちょっとね、もっとね、これはね、検証しないと分かんない。なんか時間帯によって変わるとか、そういうのもあるかもしれんし。あ、分からんね、ちょっと分かんないはい、ということで、おすすめ編成の方をね、言っていきたいと思います、はい、これね、あの、カマエルが一番いい。おカマエル3のスライム1で、ここに学びの得エル、スコア稼ぎの得エル、あとスポット、で、スポットに関しては自分の目的に合わせるといいです。そうだね、あの、経験値が欲しい人は、まあ、経験値つければいいし、メダル稼ぎたい人はスコアつければいい、で、
カマエルは超線形解放して超砲撃型にしとくのがいいかな、うんあうん、そうすると、まあ、等倍でね、友情発動できるから、うん、で、カマエルなんですけど、超砲撃型で誘発の友情を等倍で発動してくれます。で、ランページ反射レーザー、これがね、ヒット数をめちゃめちゃ稼げます。うーん、で、サブ友情が爆発で味方の誘発も可能、うん、で、弱点キラーが友情にも適用ということで、うん、まあ、周回スピードがとにかく速いし、うん、まあ、メタルスライムの対応もできるということで、うん、まあ、おそらくカマエルが一番いいんじゃないかなと思います。うーん、で、その他で使えそうなキャラクターって言ったら、うん、ちょっとね、ギミック対応とか若干無視して、うん、トゥーフォーオール、十文字、電王、吉田松陰、ハンゾ、アリスなどもいけ使えるかもしれないね。これね、なんかね、他のキャラクターでこれいいよってやつあったらね、よかったね、うん、コメント欄で教えてもらえるとめっちゃ助かります。ちょっとね、まだ検証が少なくすぎて、ちょっとわかんないから、皆さんちょっとおすすめの編成あったら教えてください。はい。で、まあ、ハドラーね、これ常設だから常に稼げます、うん、で、ホストであればね、経験値も稼げると、うん、ゲストでもメダルは稼げると。いいね。とにかくね、経験値とメダルが稼げる非常に激アツのクエストなんで、うん、この機会ね、ちょっと逃さないようにした方がいいんじゃないかなって思います。お、来た。だってさっきのスクショこっから撮ったんだ。あ、そうか。あ、へえ、ああいう風になるんや。そう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 。へえ。だから、あのモンスターのさ、なんかこの魂みたいなやつ、 あれも稼げる。あ、いいね。うん、あれ集めて引き換えるんだよね。そう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 。なんだけど、まあ、何、このスライムはすぐ交換できるからさ、うんうんうん、数少ないし、うんうん、だからあっという間にこの状態にできる。へえ。あとはね、本当に連れてけるキャラクターなんだよな、うん、で、極みも一応はぐれメタル出るんだけど、あの経験値がね、やっぱね、究極の方が高いみたい。あ、そうなんや。うん、やったら究極もありたいね。そうだね。で、荒汐さん曰く、うん、荒汐さんもさっき言った確率で、うんうん、ノマより効率いいかもっつってた。おお、すごいことじゃない、それは。そうそうそう、荒汐さんのノマより周回効率いいかもそれはすごいことよ、うん、革命起きたそう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 。だからね、この機に、ランクね、上げたい人、これゴリゴリ周回するといいかもしれない。もうね、コラボ期間中だけだからね、これね。そう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 。で、ついでにメダルも稼ぎたいっていう人は、メダルだけ稼ぎたい人ちょっと集めるとかね。うん。で、キャラクターはね、やっぱ構える一強になるのかな。どうだろうね。うん、他で名簿ちょっと使えそうだなって言ったのは、ギミック対応してる吉田松陰もちょっとまあいけるかなとは思った、うん、なんだけど、やっぱね、属性の倍率とかもかかってくるところあるし、あ、うん、まあ、弱点キラー持ってるとかもあるから、うん、まあやっぱね、構える一強になったかなっていう感じ。うん、うん、まあよかったらね、まあ皆さんもぜひともね、こんな機会なかなかないから、うん、経験値とメダルが稼げるっていうのは初めてかもしれないよ。初めてだと思う、ね、うん、ちょっとね、革命、うんうん、なので、ちょっと急遽ね、皆さんにお伝えしたくて、はい、この動画を撮っております。はい、それで、もしよかったですね、まあ皆さんもね、ゴリゴリ周回してみてください、うん、ということで、今回の動画はこれで終わりたいと思います。それで皆さん、せーの、いい夢見れよ。ありがとうございました。ありがとうございます。なんかよ、俺この前一人で撮ってたじゃん、うん、みんなに寂しそう、寂しそう寂しかったの。すげえコメントを来て、寂しかったの。そうか、寂しかったのか。なんだ、ふふふって。寂しかったよな。ああ、寂しかった、寂しかったよかったね。あ、よかったね。どうすんねこの着陸知らん、完全に事故っとるやんけ。どうしたかったの。え、どうしたかったの。わからん